ってもとっても寒いです。めっちゃ寒い。寒いね。寒い寒い。今ね、毛布かけててあったかいぐらい。じゃあもうやってしまうか。今日は5。今日はなんや、雨か。じゃあやっていきます。ちょっと眠いから大丈夫そう。ダメだこれは。早口言葉。赤パジャマ、青パジャマ、黄パジャマ。これさ、黄パジャマが苦手なんですよね。無理。赤パジャマ、青パジャマ、黄パジャマ。いける、いける、いける、いける。朝にかけて。ちょっと待って、足などを潤してね。ではいきます。パジャマ、キパジャマ、キパジャマ。ではいきます。せーの。赤パジャマ、青パジャマ、黄パジャマ。赤パジャマ、青パジャマ、黄パジャマ。赤パジャマ、青パジャマ、黄パジャマ。あ、やばいかも。黄パジャマ、黄パジャマ。え、これは、ん？これは誰が判定するのかな？ママか、ママか。いけたかな？最後ちょっと。あれ、最後ちょっと、あれかな、あれ最後がちょっと、最後がちょっとあれかな、みたいな。赤パジャマ、青パジャマ、黄パジャマ。はい、最後がもう一回チャレンジ、もう一回チャンス。やった。最後が最後怪しかったか。じゃあちょっと頑張ります。キパジャマ、キパジャマ。じゃあ行きます。3、2、1。赤パジャマ、青パジャマ、黄パジャマ。赤パジャマ、青パジャマ、黄パジャマ。赤パジャマ、青パジャマ、黄パジャマ。え、これどう？え、これどう？あれですね。最後が最後おかしかった。やばい。
ブブー。罰ゲームはなんか今から用意するので待っていてくださいということでした。朝から罰ゲームきついですね。まあえ、そう、早口言葉めっちゃ苦手なんですよ。なんかそう、赤パジャマ、青パジャマ、黄パジャマ、赤パジャマ、青パジャマ、黄パジャマ、赤パジャマ、青パジャマ、黄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 パジャマって言ってしまうんですよ。でもそれ、これが一番ね、苦手なんですよ。チョコだったら本気出してた。いや、なんかこれも本気かも。俺も本気なんですけど、みたいな。無理です。無理です。もう。今日は、これ、え？待って、こうした方が見える。どうやったら見せれる？今日は、これが罰ゲームです。なんかこれはわさびのなんかお菓子で、めっちゃ辛い、多分めっちゃ辛くて、いやいや、なんかなんて、海苔わかめ海苔みたいな。こっちが海苔でこっちが天ぷらで、美味しくないやつ。とっても辛いやつ。嫌だなぁ。嫌だなぁ。頑張ろう。はぁ。罰ゲーム。いただきます。やばい。めっちゃキューンってくる。まだこんだけある。頑張ろう。こんだけ。いただきます。
や、ちょっと待って。ちょっと待って。めっちゃツーンってくる。やばい。めっちゃ鼻にくる。やばい。最後こんだけ鼻つまむの無理か。どうも、ベロ痛い。ちょっと何とも言えないですね。もうね、ベロが食べた瞬間めっちゃ痛くてビリビリするし、その後なんか鼻にツーンってくるし、なんかスプーンにわさび入れて食べるみたいな感じで、めっちゃきつかった。本当にやばかった。レイの手紙ありがとうございます。ほのちゃん、クマと雪の消しありがとうございます。そう、なんかね、ベロがめっちゃビリビリヒリヒリして、でその後はなんか収まったかもと思ったら鼻がツン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 してくる。嫌だ。はんちゃん、目割り超疲れありがとうございます。目覚めたって、まあ目は開いた、目は開いた。じゃあ今日のお菓子はなしということで。これは弟かママが食べます。きつ、罰ゲーム本当にやばい。あ、で昨日私の部屋にある鶴が入ってる箱を倒してしまったんですよね。でなんか一応飾ようと思ったら鶴が33羽ありました。めっちゃ増えた。めっちゃ33羽もあるんだよ。遅くない？そう、逆に倒したから数えられた。めっちゃね、増えたから、増えてきたから、なんかいつか降りたいなと思って、あ、じゃあ数えたいなと思ってて、昨日数えたら33話だった。63日おめでとうってありがとうございます。ありがとうございます。
今日はもうまとめて 2話できたら終わってしまう。おととい、つるおってないやろ。おととい、うん、そう。で、昨日は、昨日はりんかちゃんとコラボ配信もしたし、絵も描いてたから、つるは1話しか売れなかったから、今日はまとめても2匹やってしまうかなと思って、もうパパってか、追ってまーす。そう、昨日はコラボだったから。福岡のゼロさん、雪の化粧品ありがとうございます。そう皆さん、今日はリコさんの卒業公演、早い。うん、嫌だな。だってさ、どんどんもう12月でさ、いなくなる先輩多くない？卒業公演があって、下野さんと、ま、誰だ、園さんと葉月さんとかね。ワクさん、100個ハートありがとうございます。ね、寂しい。もうね、面白い先輩とか優しい先輩がね、4人もいなくなる。そう、下野さんも。でもね、下野さん K4 だからね、何も前座とかもバックダンサーとかもないから、そうそうなんですよね、 K4 はないんです。よし、1話完成。1話完成です。今日は11月の12月。モモさん来てくれてありがとうございます。あとなんかさ、いつも同じ色になっちゃうんだけどさ、色ある？なんか緑とかしか最近合ってない気がしてさ、なんかもう茶色とかが残ってる。めっちゃめっちゃ茶色。あ、これでいいか。赤。もし昇格したらどこのチーム入りたいですか？本当は T2 に入りたかったけど、そう、 T2 がね、よかったけど、やっぱあれですね。なんかなくなって、K4 と H だけになっちゃうから、いや、まあ、K4 かな。日本全国お待たせしました。キャパ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 。はんちゃんに折り紙送りたかったけど研究者送れないんだって。え、送れないんよ。あ、あれか、あの手紙はできるけどみたいな。えー、知らんかった。マジかよ。もう送れるようになったらめっちゃ折り紙くるかも。警報に来てほしいね。警報
チルドレン、そう今村チルドレン、マリアさんとか花さんとかねいるから、ここの前田マーさん、雪解け酒ありがとうございます。どれくらいの大きさまでできそう？わかんない。なんかさ、なんか、この、待ってね。一回例で言うと、このさ、大きさが普通なのに、なんか、このぐらいのなんかちっちゃい釣り用みたいなのあるじゃないですか。それで、学校では折ってたから、それまではいけると思う。そう、そこまでいけるけど、それより、ちっちゃいのがどれぐらいかわかんないから、はんちゃんチャーハン、はんちゃんチャーハン部入らんの？いや入ってる入ってる。なんかね、ちゃんとねチャーハン部の LINE グループが作られてて、そうそう、いさきちゃんと私とみなちゃんとココッペと藤子ココが入ってて、そう部長が入ってて、そうそう、なんか携帯見て気づいたらチャーハン部が作られた。ちゃんとアイコンもねチャーハンになってて、グループラインが作られてましたね。みさきちゃんがなんか私新人なんでよろしくお願いしますみたいな。そうみんな毎週水曜日にチャーハン食べてねみたいな、めっちゃ怒られてくて、そうチャーハン部はそんなことをねしないと入れない。そう部長めちゃくちゃ厳しい、部長めちゃくちゃ厳しくて笑える。まあ、部長は優しいんで大丈夫。よし2話目完成。これいつのやったっけ？これはいつ折ってない？これ2日？2日折ったよね。いつの？おととい？おとといだから5、4、3？ 3日の日かな。多分3日かな。3日だね。オッケー。よし。で、5話になりました。35話目のやつ。今日は坂口理子さんの、卒業公演 DMM で見ます。見ましょう。見ましょう、見ましょう。でもこの配信見てる方でさ、理子さんの卒業公演行きますって方どのぐらいいるかな？みんな DMM か。水曜日にチャーハン送らんとダメな。いや、そんなことはない。なんかただ食べようね、みたいな。そうそう。あんまり厳しくは言ってないから。大丈夫。今度、何やったっけ？なんか言うの忘れたよね。あ、今度みんなでチャーハン作ろうねと部長めっちゃ言ってた。はなちゃんが久しぶりにリセット公演、あ、はなさんかリセット公演ね、なんかメールでも練習しないとって書いてた。 DMM と、あ、DMM で見ます。何これ？ VR 何する？
もうそろそろランキングを読まなければ。今からランキングを読みます。あー、でも眠い。あー、読みます。13位、ありきありがとうございます。12位、道草さん、ありがとうございます。11位、にしゃさん、にしゅさん、ありがとうございます。10位、ほのちゃん、ありがとうございます。9位、よし、ありがとうございます。あれ、どこまで行ったから。9位、よし。8位、ライダーさん、ありがとうございます。で、ランキングが変わったみたいな。あ、でも変わってないかも。あ、変わってない。7位、ただの魚さん、ありがとうございます。6位、つよぽねろさん、ありがとうございます。5位、かぞうさん、ありがとうございます。4位、にしぷーさん、ありがとうございます。3位、わくさん、ありがとうございます。2位、だいくん、ありがとうございます。そして1位は、あんちゃかちゃー、福岡のゼロさんです。ありがとうございます。ありがとうございました。では、学校行きます。学校行きます。それでは終わります。今日も来てくれてありがとうございました。5、4、3、2、1、バイバーイ。